さん、おはようございます。インターの役場金太です。バスケワールドカップ日本対ドイツ戦もう開幕しましたね。日本まさかの負けです。まさかの負けに私苦言言います。八村呼ばねえから悪いんだよ。辞退するから悪いんだよ。勝てるわけがねえだろ今の日本。当たり前じゃボケ。だってドイツは格上でしょ。勝てると思ったんだけど信用裏切ったじゃねえか。だって理由よか、はい、バギーオリンピックで12チームは出場は必要なんだよ。今のままでは勝てるわけがない。全然日本違うじゃねえか、はい、ふざけんなと言いたいです。逆に、はい、確かに渡辺選手とかも富田選手と慶成選手とか、川又選手もいたけども、あとヌートバーみたいな人もいたんだけどもね、八村いないんで勝てないでしょこれじゃ。今のままでは敗退だ。負けてしまう。次の相手も勝つべきだが、ふざけんのも大概にしてほしい。以上、バイバイ。